お疲れ様です。マピューです。今回は10日ヘリウス使います。おととい上げた巨ゴマパレードの動画で手に入れることができました。進化と10日がありまして、進化がシールドスキル、10日がレジストスキルとなっていて、個人的にこの10日ヘリウスですね、10日の方が評価が高いので、10日で排出されたということで幸先がめちゃくちゃ良かったので、早速動画にしていきます。でこのヘリウスなんですが、見れば分かる通りキャラクターが2人いるんですね。そう、健康的な男の子に、健康的というかグラマラスなボディを持つお姉さんということで、いわゆるあれです、おみたいな、そういうジャンルのキャラクターとなっていてですね、これあれですね、オセロニア情報局のサオリさんなんかヘリウス好きそうですね。うん、クロード好きなんですよ、あの人。そういうなんか、そう、可愛らしい少年が好きなんですよね。大人のお姉さんは可愛らしい少年が好きなのかもしれない。で、私は大人のお姉さんが好きなんです。つまり私が今までモテてこなかった理由っていうのは、そう、このおっさんボイスですね声がおっさんなんで、声が少年声だったらワンチャンモテるんじゃないか、大人のお姉さんにウケるんじゃないかなということで、ちょっと少年ボイスに挑戦していきたいと思います。フィリウス、どんなセリフだっけ。うん、なるほど。感謝と同時に申し訳なさで胸がいっぱいになります。大丈夫よけなげか。あなたのような精錬な人間と契約できて私は満足しているの。お姉さん、僕とも契約してください僕を助けるために精霊様は自由ちょっと待って、今ちょっと待って、もう一回して。僕を助けるために精霊様、あ、ダメだ井上陽水出てくる、おっさんが隠しきれないごめんなさい、もうやめます、やめときまーすまああれだな、慣れないことはしない方がいい。私はそういう、こう、ちょっとね、おっさんボイス実況者として今後もやっていきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。スキルが、攻めていきますね。スキルが場面でも盾になっている一ターンの間、1000以上の通常攻撃ダメージを受けるとき、受ける通常攻撃ダメージを消滅させるレジストスキル。で、コンボスキルが、ターン開始時の場面のコマ総数、12枚以上のときには発動できて、4500のライフバーストということで、スキルもコンボもリンクがついてなくて、めちゃくちゃ使いやすいですね。このスキルがですね、場面でも盾になっている一ターンとはいえ1000以上の通常攻撃ダメージを、ね、消滅させるんです。もちろん貫通も効きません。これレジストスキルということでね、進化アテナですね、進化アテナが2ターンの間2500以上の通常攻撃ダメージ消滅させるというのを持っていて、ただあっちはね HP 半分以下じゃないと使えなかったりするんですね。フィリウスは HP 半分以下になってなくてもこのスキルが使えます。でコンボスキルも盤面コマ総数12枚以上っていうのがね、でも早いこれが14枚とか16枚だったらちょっとコンボスキルの発動遅いかなとか思うんですが、12枚以上ともあればね、相手がリューパーだとしても意外と12枚以上は埋まるので、十分なコンボスキルの発動条件かなと思います。で4500のライフバースト、これ進化ビクトリアと同じコンボスキルなのでめっちゃ強いです。ということで今回は兵乱リーダーの毒耐久デッキみたいな感じで組んできました。神でもなく魔でもなくその他デッキという、そういうデッキカテゴリーなんですが、まあ、こういうその他デッキの方が使いやすいんじゃないかなということで、今回組んできました。シールドも入ってますし、レジスト、回復、吸収、それから手駒ロック、罠、デバフ、本当にねこれよりどり緑ですね、よりどり緑なデッキでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。吉野リーダーか。レジストがあまり刺さるイメージはありませんが、それでもコンボスキルのライフバーストなんかも狙えるので全然フィリウス強いんですよ、ヨシの相手でもね。それを目から見せていきたいと思います。ただこの初手どうしようかな。回復マス生成したいところもあるので3手目オフェルなんか狙った。待ってプラス27振ってる、怖。いやでもさすがにテッドシー取っときたいな。オフェル捨てますか。ほら、でこのオーフェルのコンボスキルの回復って言っても、回復マス生成って言っても3マスしか作らないので不確定要素ですね。なんでオーフェル切っちゃいます。ルキア来んなよ。オーケー、これ B 罠か。あー、なんかすごいベリート臭いけど B1 に打つ理由もないのでこれは甘んじて受けましょうですよね。まあまあまあしゃあない、まあ、言うてもこっちは回復スキルもありますし防御札はたくさんあるので耐え切ることはできるはず。ブブキットブブされなければ大丈夫でしょう。で B 入ってるから S5B にかな。これは A 罠、全部違うところから打ってるのでベルゼ出る可能性は少ないかなとは思いますね。 OKOK、 あえてキットシー打って罠返し打ってるのも手ですね。コンボスキルライフバーストこの段階じゃそんな出ないんで、ほい、そうしましょう。
オッケーオッケー。言うて1100回くできたら十分で、500とか入ってで、ブラジェのブラジェ配置もできるし、あとあとフィリウスも役に立ってくれるはずなんで、アズは強い、そのトップは強い。まあしゃあない、大丈夫大丈夫、まだいける。バイスバイス。あー、ただフィリウスどうやって置こうかな、どこに置こうかな。よいしょ。あー、そこ夏ピリキか、コンボあるの嫌だな、そこに。まあでもなんとかまだいけるか。アズ打ったでしょ、S連打されなければ大丈夫。普通にフィリウス X でもいいけどね。おっと、なるほどな。バイス、出ちゃうかな。オーフェル切ったから、アンプーとか引かないとバイス出るよね。しゃあないね。X に打つのはない気がする。F に打つのもちょっとな。いや、まあこっちでいいや。F に打って、これ取らせて左上 X もう一回狙いましょう。ちょっとこのコンボスキル受けるの嫌なんですけど、ここでルキア打ったってことは変動きで強い駒持ってないんですよ。なんでこれ打っていっていいはず。 OK、 今トップで引いた駒だけど、それまでに間に合わせれば問題ないです。この仕事を間に合わせてみせる。こっちもブラジェが控えてるからな。フィリウス打ってもいいな、取られてもいいから。いや、打つなら即打つ。よしよしよし。いいな、守ってくれるんだ。いや、なんで今即打ったかっていうと、こいつ返した時にあいつエンデが持ってんじゃねっていう風に読ませるためですね。これ迷ってたらもしかしたらエンデが持ってないって読まれるんで。お、なるほど。あー、 B1 か、引けるかな。てかまだブラジル、あ、発動するんか。36、どこどんぐらいだっけ。900取って45。あー、まだ発動、まだ飛ばせないぞ。ただ B1 なんで普通に D2 取っちゃっていいかな。ルキアで取ってライフバー一発食らわしてからの次で普通に飛びそうなんで、そい、多分何かあんのかな。ああ、よかったよかった。俺ニューイヤーつきっかけかと思った今一瞬。オッケーオッケー。え、強くね、は、強っ。思いのか強かった。よし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 。さあ何釣れる。まあこれでもバイスで耐えそうですね。つきかけコンボスキル弱いんでね、 1.2 倍と変わらん。オッケーオッケー、これ耐える。あぶねー。よし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 。まあ月影の分であれレジスト発動しなかったからちょっと怖かったけど、ギリギリですね。まあやっぱコンボスキルの強さが思いっきり表面に出たな。こんだけ手駒アタッカー揃ってない状況でもここまで瀕死に追いやることができたので、通信重いぞ、頑張れー、頑張れ頑張れ頑張れ、できるできるできる、絶対できる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 、そのまま通信、大丈夫大丈夫、絶対いける絶対いける、どうしてそこで諦めるんだ、いけるって。あー、オーマイガッティング、通信切れちゃった、すまんな、俺の環境が悪かったかもしれないこれ。あっちゃー、切れちゃった。まあでもいいです。4700ぐらいですかね、テラナ4枚で。おりゃ、まあそんぐらいだよね。オッケー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 。まあでも勝ちなんでオッケーです。ブラジェあれですね、 F に置いたのが勝因ですね。変容記号まで強いのを引いてなかったんで。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダーなのでデバフ、そして間違いなくレジストスキルが刺さる、やっていきたいと思います。こいや。まあ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 、早番がいるけど別に許容範囲かな。エンデガ君捨てまであるけど、ちょっと相手の初期見よう。いや、神単か。ほうほうほう。ん？プラス売ってる？待って、プラスなしのジークってさ、あ、いや、振ってないか。振ってないか。あ、忘れた。ランリーダーのジークどんぐらいか忘れちった、アタック。まあいいや、なんか振ってるような気が一瞬したんだよな。どうしようかな。いや、でも、これ仮にジークにプラス売ってるんであれば、他のキャラクターにプラス売ってる可能性が低いっていう風に読めるので、よし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 。まあでも先にジーク打ってくれたのは美味しいですね。ガラムランリーダーでこの HP、 普通かな。ランリーダーだったらアラクとかもレベルマックスで全然使えるんで、そう、正月ラン調整っていうのが
ランリーダーにおける正月、その正月ランリーダーにおけるラン調整っていうのがこの通常ランにおいてはほぼ意味ないというか機能しないので、あ、待って、これ風、ちょっとフィリウス君、フィリウス君、この人あれじゃない、あなたのお姉さんの、お姉さんの過去の姿じゃないの、あれっていう風に勝手に見てるんですけど、まあお茶の精霊はさておき一旦ここは回復しますよ。ここの気持ちがまあ強い。3100も回復できるからな、うまくいけば。で取ってきたら美味しい。オッケー、盤面詰めてやろう。ブラジェとか引ける、ザ復帰、いやいいね、先に回復から吹きって左下 X に打ってきたらザ復帰で蓋して、あとはデバフ連打で勝てると思います。正月沖くるみとかも入ってるのか。さてさて、荒くいいですね。まあそこ X に置いたら C5 にシール、俺の相手の立場だったとしたら C5 にシールを置かれたくないなっていうこともなきにしも荒くなんです。座吹き置いちゃいます。なんかなきにしも荒くってめっちゃ久々に言ったような気がしますが私のなんか名言の一つだと勝手に思ってるんですが、どうでしょうか。さあどうする。このザフキがまあ強い。おはぬ様、ちょっと待って、これ話変わってくるな。デバフ打たなくていいかな、ジークも切った後だし。これリッチでか、この右下 X 入ってよいしょ、リッチ返しにくい状況を作ります。で右下あれ神強化があるのが若干不安要素ですが、まあ問題ないでしょう。これ相手3箇所しか置けないんですよ。ローラン、でもそこに打ったら私の勝ちですよ。よし、この勝負もろたで駆動。さあフィリウスいけるかしら。お、引いた、完璧ですね。まあ、ここデバフでも全然良かったんですけど、これフィリウスってのは確実に勝ちと消滅しますから。で、まあ、さっきジーク撃たれたんですけど、通常攻撃に依存する特殊ダメージも消滅できるんですよ。通常攻撃が消滅するイコール特殊ダメージも発生しないということですから、この一発受けたら死にそうな攻撃も全部カットしてくれますフィリウスくんやってくれ。あなたの隣、あれウィンドスピード、あれなんだこいつら、えウィンドスピリットと風する、うん、隣同士なんだけど、おい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 どうもどうも、隣にそんなにウィンドスピリットの横に行きたかったのかフィリウス君、あらあらって感じですね。本当にもう年頃なんだから、まあ、ここからはもう盤面取って感じですね。それオッケーオッケーオッケー、コンボの特殊もまあ強いと。あそこエスペありますけど、まあ、ここから連打なんで安心して勝利できます。おっと、頑張れ頑張れ、どうしてそこで諦めるんだ、北京だって頑張ってるだろ、頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいけるやれやれ、絶対やれ、ダメだ、いけるいけるいける、頑張れ頑張れ、通信頑張れ通信頑張れ通信頑張れ、いけるいけるいける、どうしてそこで諦めるんだ、いけるいけるいけるやれやれやれ、はい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 、いやー、こんな風に勝ってしまって申し訳ないね。あまりにもレジストスキルが強すぎてね、すいませんね。ということで対戦ありがとうございました。いやー、フィリウス君が強すぎてちょっと参っちゃうな、これは強すぎた。まあ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 、まあ、フィリウスじゃなくても耐えれたところはあるけど、まあ十分な活躍。はい、対戦よろしくお願いします。まったんなるほど、夜行リーダーか。まあでも大丈夫、コンボスキルが強いから全然フィリウス引いてくれても、まあ、おいし、かまんかまん、まあ、夜行初手から打ってきて、え、夜行ってこんなアタック高えの ?1511 するの、あんまり詳しくないんですけど、ちょっと気になったんでググります。夜行ってこんなアタック高かったっけ、よでも夜行にプラス売るってことないか、さすがに。実況中にググルを開く男。え、待って、それ強い。あ、うん、こんだけアタック高かった。俺の思い違いだった。なんか何かと最近ね、数字見たらこいつアタック振ってるんじゃねみたいなこと思ってくるんだよな。ちょっと待って、それうめえな。いやー、その夜行強えな、めっちゃ強えな。さてはでもちゃんと相手も仕打ちしてきたのはうまいですね。夜行の使い方分かってる。パパー、待った、それは強すぎる。待って、めっちゃ強えんだけど。 C5 絶対来るじゃん。
ちょ待った、ちょヒカキンさん来ると思わなかったよ。これ考えどころだな。一発吸収抑えるなら D2 だが、 B4 打ったとしてもな、その後展開きついな。いやーこっちか、めっちゃきつい。ちょっとそのウンパパめっちゃ強い。マジか、まさかウンパパ来ると思わなかった。え、ウンパパってマゴマガ2枚以上で使えるのか、つえーな。まさかのヒカキンさんか、ヒカキンさんってかヒカキソか。いやー強いよ、マジやめて。いやきつくねこれ、勝てる。相手 HP 全然減ってない。うわ新技まだあった、まだあったってか、あと1ターンもあんのか。いやーこっちかな、めっちゃきつい。これコンボ狙いですね。リッチ打ってきたからな、まだ罠子持ってる可能性あるけど、相手違うところから打ってきてるから迷わずに、ワンチャンまだ引いてない、うん、悩んでるから大丈夫かな。あーマジか、強引に来たな。ちょ待ってヒカキンさんの声ちょっとじわるからやめて、強い。あーマジか、いやもうこれコンボ狙いですね。2回コンボと使ってこれで2回コンボ使おう。大丈夫、多分罠駒は引いてないで、物理もこうやって消滅してくれるんで、まあ最低限の仕事はしてくれると。うわその罠やらしい。まあ、関係ないけどね、ダボコンつなぎに行けばいい。そら、あーアゲハ関係、いやでもアゲハ関係の方がまだマシかも。あ言うてもな、相手の HP 全然減ってねえや。どうしよう、カード打ってきたら F3 当てて延命しつつって感じ。うわここでアゲハ釣られますか。いや待って、エンデガは私まだ打ってないよね。まだいける、 OK 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 OK、 ハロカード打たれなければまだいける。そら一旦ここ当てます、シャキーン。いやダブコンかよ、ちょ待った、このヤコ頭いいな。さては、いや一応計算しよう、毒どんぐらい与えた。あー見てなかった、もう次で1000ぐらいだと多分。あオッケーオッケー、そのリティスは美味しい、出るぞ。多分エンディングでアタック高いやつそんなにいねえだろ。あれがアゲアで考えます。オッケー、1万3500、勝ち、あぶねーあぶねーおい、アゲハだろ、オッケーオッケー、多分1万、あ、そのアゲハだった、じゃあ違うわ、そんな出ねえわ、1万3000ぐらいだわ、だよな、あぶ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 な、マジで負けると思った。いや、ちょっと攻め急いでくれたのが助かりましたね、ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。今回、トーカフィリウスをヘイランリーダーで使ってみたんですが、まずヘイランというか、こういう毒リーダーと相性がいいです。伊丹さん、能力ヒストリーダーでもね、全然使えるかなと思います。でレジストが単純に強いです。アタック1000以上、通常攻撃1000以上っていうのは青根とか使ってれば分かると思うんですが、大概発動するんですね。例えばあのクラストマッチで使うのであれば、アタック 0.8 の補正なんかではあまり強くはないと思います。もともとそういうアタック 0.8 とかだったらデバフとかも、ね、入れる必要がなかったりするので、アタックが上がってる日もしくは無補正なんかでも全然使えるかなと思います。クラスマッチでも全然ね、今後フィリウス増えてくるんじゃないかなと思いました。コンボスキルも4500のライフバーストとめちゃくちゃ打点高いですし、竜相手でも12枚以上っていうのは結構、場面12枚以上っていう発動条件はそんなに厳しくはないかなと思いましたので、フィリウス持っている方はぜひ10日使ってみてください。で今回竜対面はなかったんですが、竜以外でも刺さるところが見せられたので良かったんじゃないかなと思います。特に2戦目なんかね、あの相手神タンだったんですけど、あのビクトリアの通常攻撃をなくして、通常攻撃が消滅、そのダメージが消滅したからこそその特殊ダメージも消滅するということで、この仕様は本当に強いですね、うん、あの進化テナと違って2ターンも発動しないんですが、1ターンで全然十分な感じはしたので、本当に強いです。皆さんも使ってみてください。で今強駒パレード多分やってるんで、これ見て欲しくなった人はぜひ回してみてください。持ってない方当たるようにお祈りしております。では今回この辺で終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。